うん、飛んできましたか。待って、ちょっと豆が使い方分かってない、ラムネの。うん、ふぅ、乾杯、乾杯。待って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 、ちょっと豆が使い方分かってない、ラムネの。ジェネレーションギャップ。よいしょい。それじゃあみんなで、せーの、乾杯。お疲れ、お疲れ。うまっ。そっといきます。早っ。じゃあみんな、焼け。あ、大丈夫、うわぁ、辛そうじゃん、このタレ。魚中、魚中、シュウも食べ。食う食う食う、俺食いたい。ああ、俺の口から食うよ。お、俺に来い。おお。まーす、でかいの行くぞ。ジャバーン。うまい。うまいな。横何が爆発したんだけど。で、爆発したんだけど。ビー玉詰まって、こうやったらバーン待ってます。どうぞどうぞ、食ってください。いいね。マジで？肉行こう、肉行こう、もっと行こう。お肉とご飯、どう？うまい。うまいな。うん。ジャムにも食べてほしい。あんするわ。お願いします。あー。俺らも言うても、あの低温っぷりってことっすよね。誰一人気づいてないです。みんな焼肉に夢中なんですよね。うわぁ、まずやめて、ほんまに。え、どういうこと。監督、これ MV に使うってどうですか。これ、どうにか。監督が、あの監督にちょっと、あの監督にちょっと、おバカ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 。監督停止しています。じゃあ何してんの。また顔ね、顔また。ド M やん。めっちゃ真面目。やったー。コースチャレンジャー、木本シャイデン氏です。すごいっすよ、引き抜き方。コースチャレンジャー、はーいって。
ドキリしたね。やっぱり結構いってらっしゃい。よし、行きます。純喜、純喜意気込みは？頑張ります。何を言ってる？結構ね、やつで頑張る。あ、いいね、いいね。どこだ？あれはな、大人数部屋当てた、うん、行ってきます。いってらっしゃい。うわ早いな。多分だけど、まあ、シオンとシオン一緒でしょ、うん、で多分純喜と純喜系もマネー。あーぽい、今一緒そうで、多分たくみとルキ、たくみルキ一緒そう。頑張っていい睡眠を取れるようにいい部屋を選びます。行ってきます。めっちゃ声聞こえてるもんだって。でもこれだけだと思ってない。え？うわー！マジで？熱いって。でも俺らここで。いや違うっす。僕ら3人寝て、翔くんこう。これここ。ああ。なんか一番広い。じゃあホラーとか誰かおったじゃねえんだ、ゲン一人。やっぱレン君ホラーか。いや、ここ4人だって、あそこほら、お化けが出るってことっすよ。うわっ、マジマジで、こう飛ぶの、加藤の効果系の術。マジで、マジでちょっと、なんか抵抗してない Can you believe me? Can you believe me? ふふほら、行っといて。いや、たぶん、おー、みんな一緒。バーイバーイ。3人一緒で、ずっとこうやって、キャンユービーリングって言ってたんですけど、ずっとこうやってやってたんですよ。マジで、マジでこうですよ。アニメーションのやつ。おはようございます。おはようございます。噛んでいくよ。242。セイブセイブ。たくみがね、真ん中なんで。わっ、ドッキリ。早く終わせよ。ちょっと待って待って、ちょっと待って。早く終わせよ。まず、僕、マメ、小生うわぁ、ジュリさん綺麗だな。3月4日おぉ、おはよう。おぉ、団子3兄弟、団子3兄弟。あ、すごい。誰、まだ押されてない、押されてない、押されてない。あ、青、あ、あ、え、走るか。
与那城翔、川尻蓮、白岩瑠姫、木俣翔也、古坊紫苑、川西匠、大平翔征。はい、もう次だ。今からクイズが出ます。はい、ビリ2人が朝ごはんです。はい、問題を言うので分かったらピンポン押して答えてください。はい、プロトスター、スターゲーザー、チャレンジャー、ストレンジャー。はい、おはよう。すげえ、数字が増えない。次の問題いくから。静止画やってる。やばい、匠の顔やばい。はい、3月4日。いや、3月もうこれ間違えた、間違えたよ。考えてるよ。なんか言ってみ。60×24。じゃあヒント出し。あったかいのもあるし、冷たいのもある。あ、俺分かった。うどん。ああ、そばもあるじゃん。はい。キャベルや。毎朝朝ごはん食べるんですけど、朝ごはんとコーヒーを飲むので、ティーパックみたいにこの豆が入ってお湯を入れるだけでできます。しみる。さあ、リーダーとサブリーダーの J1 キッチンです。2人が起きてくるまでにホットケーキミックスの種を準備してあげたいと思います。まずは手を洗いましょう。よっしゃ。いいじゃん。すごい、イエーイ、完成。完成しました。はいはい、おお、来た。じゃあ、あとは豆に任せよう。豆、なんか豆みたいな形になった。はい、うまい。おかげか。パンケーキ初めて作った。うそ。スクランブルチーズエッグどうですか。スクラン…あ、いいんじゃない。よいしょ。おはようございます。キウ、おはよう。おはようございます。仲いいの。こんなうまくできる。これでも1個しかないよ、世界に。元気、はい。コピー、朝顔。あーす。いつもの彼のルーティンなんでね。おじさん。おい、これ作ったの誰だよ。俺だ。なんだ、これめちゃめちゃ美味しいよ。ケイゴとマメが作ってくれたご飯、いただきます。いただきます。ハートすごい綺麗。うまい。これマジでうまい。豆、うまい。いただきます。結構うまいよ。結構おいしい。うまい。うまい。どれぐらい、うまい。あのホテルの料理ぐらい。やった。あ、リンゴ。うまっ。せーの、ごちそうさまでした。今日はお世話になりました。バイバイ。バイバイ。お疲れ様でした。楽しかった。
バイバーイ。バイバーイ。やっぱ JO1 のメンバーと一緒にこうやって、ね、まさか海に来れるなんて思ってみなかったし、やっとこうなんだみんなで一緒に遊べたかなっていう感じがしましたね。 JO1 の中で一番楽しかったんじゃないかなって思うぐらい今まで一番楽しかったです。なんか久しぶりにこういうメンバーで楽しい時間を過ごせて、なんか朝は本当メンバーで一緒にドライブする気持ちで JO1 の曲流して、昼は海に行って、で夜は焼肉、美味しい焼肉食べてっていう、すごく充実した日を最高のメンバーと過ごせたっていうのがすごく楽しかったです。なんかジャムのみんなと一緒になんか遊んでるようなメンバーだけじゃなくて、なんかそんな夏休みでした。いやもう一言でもう楽しかったですと。めちゃめちゃ楽しかったです。幸せだなってこうなんか素で本当に楽しむことができました。もうちょっとこの状況が明けたら沖縄行きたいなと思って、そういう、まあ、プチ旅行みたいなのも行きたいなって思ったりしました。みんなでクリスマスパーティーみたいなのしたいですね。スポーツっていうかボーリングとかみんなでやったことないんで、ボーリングとかやってみたいなって思います。はい、また海の話なんですけど、ダイビングもう中に入りたいなって思います。生駒山の夜景がめっちゃ綺麗なんですよ。そこをちょっと重鎮で行きたいなって思います。なんか家族に近いものは感じる気はしますね。自分の生活と切り離せないというか、ないのがちょっと考えられないような存在ですね。いいなんかライバルでもあるし仲間でもあるしっていう、すごくなんか表現が難しいんですけど、なんか特別な存在だなっていうのは思いますね。一緒に人生歩んでるっていうか、僕の中の人生で大きな存在です。なんかもう本当に当たり前すぎて、いい意味で空気みたいな存在です。家族のような存在かなと思います。はい、でも兄弟みたいな感じですよね。まあ僕兄弟いないんですけど、なんか兄弟ってこんな感じなのかなみたいな。刺激を与えてくれる存在ですかね。チームであることは当たり前ですし、その家族のような存在でも当たり前なんですけど、あ頑張ってるから俺も頑張らなあかんなっていう思う時が本当に何度もあります。同じステージに立つアーティストとして尊敬している仲間、方々です。僕にとってはものすごいもう信頼できて尊敬できる本当仲間たちだなと思ってます。こう同じ目標に突き進んでいくっていうその意思が揃ってより深まったのかなっていうふうに思いますね。欠かせない存在なのかなっていうふうには思いますね。